い、今日もいい天気、気持ちのいいお天気、ただ風が少し吹いています。春っぽいっすね。さあ今日はですね、金沢市立町ストリートに来ています。多くのファッションやアートのお店が立ち並ぶこの辺りで、今月オープンしたスパイスカレーのお店があるということでご紹介します。それがこちらです、うん、ネオンに輝くこの青春の文字、太陽の光にも負けていません。スパイススタンド青春です。早い、普段は12時オープンなんですが、今日は特別にこの時間にお邪魔いたします。こんにちは。いらっしゃいませ。入るとね、もうすでにスパイスの香りが漂っています、うん、シンプルな作りとこのカウンターの席が特徴になっています。上を見上げるともうスパイス、スパイス、スパイス、ずっと並んでいますよ。いっぱい並んでますね。ではここからは大岩さんと一緒にお届けしていきます、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。青春の文字、外で光り輝いていました、はい、スパイススタンド青春、どんな意味が込められてますか？はい、僕たち の思い出が詰まった場所なので、うん、大人の人も楽しめる青春の場所になれたらなと思います。なるほど、青春を思い出していこうっていう場所になってるんですね、はいはい、スパイススタンド青春のメニューなんですけれども、うん、本当にね、いろんなスパイスカレーあるんですよ。でですね、やっぱり、うんうん、青春カレー、お店の名前もついた青春カレー、気になりませんか、うん、こちら注文しちゃいましょう、大岩さん、青春カレー、はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。どんな青春が詰まってるんですか、はい、ね、楽しみ、ね、多くの方が注文されるというスパイスカレーなんですが、この時点ですごい、かけましてたっぷりと、ね、熱々美味しそうですね。そこにもう一種類キーマカレーをかけます。あ、色が違う、かけちゃいますよ。食べたい。美味しそう。香りも、ね、いい香りしそう、ね、美味しそうな香りが来てますよ。ぐるーっとね、おしゃれ、ご飯が島のようになりました。そうです。でここに副菜を乗せていきます。あ、副菜が、はい、なるほど、ここ1種類乗せて、おお、2種類いきましたね。ホワイトカレーっぽいね、はい、どんどん乗せるじゃないですか、はい、いろいろ乗せて味の変化をどこまで乗せちゃうんですか。これで最後ですね。あら、お花のように副菜が乗りまして、はい、で最後にカスリメティというスパイスを上からかけて完成です。わ、はい、最後もスパイスで始まってスパイスで終わるんですね。そうですね、はい、スパイス尽くしです。でこちらが青春カレーでございます。ありがとうございます。美味、はい、しそう。彩りがとても鮮やかですね、はい、そしてやっぱりなんといってもこの、ね、カレーが2種類乗っているのが特徴でした、うん、それぞれ何でしょうか。こちらがチキンココナッツカレーになっておりまして、はい、チキンココナッツカレー、はい、でこちらがキーマカレーでございます、うんうん、キーマカレー、はい、ではまず手前のチキンココナッツカレーからいただきます、うんうんうん、よし、キーマしっかり、ご飯もしっかりとって、いや絶対美味しい、美味しそう、ね、うん、いただきます。うん、うん、食べやすい、すごくマイルドなお味なんですね。はい、ありがとうございます、優しめに作ってますんで、ココナッツ苦手な方も召し上がっていただけるかなとは思います、うん、本当このサラッとしたコク、そしてチキンもすごく柔らかいんですよ。とろけちゃいました、一瞬にしてびっくり。ありがとうございます、うん、やっぱりこのスパイスの風味っていうのが効いてますね。そうですね、8種類スパイス、チキンカレーのを使ってますので、しっかりと、はい、味わっていただけると思います、うんうん、またサラサラとしたこのお米も美味しいですね。そうですね、インド原産のバスマティライスっていうお米を使ってまして、うん、はい、そちらかなり食べやすいので、ぜひ試してもらえたらなと思います、はい、あ、そうですか、うん、またご飯もちょっと選べると聞いてますが、あ、そうです、日本米もご用意してますので、苦手な方だったりとか、うん、日本のお米がいい方はそちらをお選びください。そこも選べるんですね、うん、そしてもう一つちょっと副菜もいろいろあるんで、一緒に合わせていってもいいですか。はい、ぜひお願いします。食べたらいいでしょう。こちらは長芋のチャル混ぜて召し上がってください。わかりました、はい、いろいろじゃあちょっと混ぜて混ぜて、なんか楽しい、何種類か混ぜて、ね、キーマカレーと今度は一緒にいただきましょうか。キーマカレー、いただきます。キーマカレーと副菜です。色が綺麗、うん、うん、ちょっとよりスパイス感が、スパイス感が強いかもしれないです。そうなんだ、はい、そしていろんな副菜とのこのシャキシャキ感、甘さも相まってすごくよく合いますね。ありがとうございます、うん、はい、本当に美味しいです、ありがとうございます、うん、はい、そしてですね、皆さんお忘れじゃないでしょうか、実はこちらの建物2階建てとなっているんですよ。上を吹き抜け、で2階がですねギャラリーとなっています。ご紹介しますね、上も行きましょう、
皆さん、お料理頼まれてから、楽しんでから上に上がられますか、大岩さん、はい、そうですね、お料理の前も、あとも両方楽しんで、はい、召し上がっていただけるようになります。そうですか、ちょっと待ってる間に上にちょこちょこっと上がってきて、そうですね、いろいろ見たりということなんですね。さて、2階がギャラリースペースですよ。見てください、こちら大きい書道の作品です。地元の作家、書道家の方ですね、はい、土井さんという方の作品なんですよね。はい、そうです。鬼の文字で、雷神風神の表現をさせていただいているんですかね、うん、はい、で、はい、そんな感じです。そうなんです、これね、鬼の文字になっているの分かりますか、うん、大きな躍動感のある作品となってます、うん、そして後ろにも、まあ、ギャラリーということで展示もされているんですが、はい、販売もしてるんですよね、はいはい、こちらがヴィンテージの T シャツと、あとバンダナ、ハンカチですね。であとはフラワーポット、沖縄の作家さんの作品をご用意しているのと、あと趣味で僕が多肉植物が好きなので、こちらの販売もしてます、はい、大岩さんが育てているものと、でさらに後ろ DJ ブースまであるじゃないですか、はい、そのフープロップの時はイベントで DJ と、あとアーティストさんも呼んで、はい、イベントを開催しましたので、これからも多分不定期でやっていくと思うんで、もしよかったら寄ってきてください。あ、 DJ の使ったものイベントもどんどん行われると、はい、そうです。じゃあちょっと大人の青春、そうです、大人の青春で楽しんでもらえたらなと思います。楽しめますね、はいはい、2階ももちろんですけど、でもやっぱり1階と合わせて、そのスパイスカレーと合わせて皆さんには楽しんでほしいですね。そうですね、ぜひぜひ青春しに来てください。あ、うん、そしてこれからのスパイスカレーはどうなんでしょうか。これからは、カレーうどんをご用意しているのと、あとはうどんになる、はい、お酒のあてとかもご用意してますんで、これからぜひお願いします。はい、皆さんにぜひ、はい、スパイススタンド青春楽しんでほしいです、はい、以上お出かけ中継でした。